人でジャングルへ行って浜田さんが毒蛇に噛まれたら松本さんはどうしますか？あのね、愚問やと思うんですよ。お、これは何ですか？だから僕は浜田に、浜田のことしか考えてへんだから毒蛇が出てきた時点で僕はその毒蛇を許さないで何俺の浜田の前に出てきとんねんしかも聞いたら毒を持っている誰に聞いた誰に聞いたんやん下馬評では毒を持っている何や下馬評ってもう腹立ってしゃあないあら痛いだからあら痛いだからジャン、その毒蛇が出て、浜田が噛まれるとこまでまず行かないですよね。噛まれることはないわけや。ないわけですよ。その前に阻止する。もちろん阻止します。それは毒蛇に関わらず何でもそうですよ。俺は何かをするとき、例えばここにある消しゴムを取るとき、これは浜田にとっていいのか悪いのかなんとでもええなんだって。浜田でしか考えてないんですよ青やこいつ僕は朝麦茶を飲みましょう。この麦茶は浜田にとっていいのか。うわええわ。